幹事社の読売新聞ことです、はい、記者会見始める前に一つお願いです、はい、総裁はこの後記者会見後に公務があるため45分目処 の会見終了にご協力いただければと思います。それでは、幹事社からまず3問質問したいと思います。1つ目は本日の決定内容について改めて総裁から教えてください、はい。本日の決定会合では長短金利操作、いわゆるイールドカーブコントロールの下でこれまでの金融市場調節方針を維持することを賛成多数で決定しました。すなわち短金利について日本銀行当座預金のうち政策金利残高にマイナス 0.1% のマイナス金利を適用するとともに、長期金利については10年もの国債金利が 0% 程度で推移するよう長期国債の買い入れを行います。その際、長期金利は経済物価情勢等に応じて上下にある程度変動しうるものとして、買い入れ額については保有残高の増加額年間約80兆円をめどとしつつ弾力的な買い入れを実施します。また長期国債以外の資産買い入れに関してはこれまでの買い入れ方針を継続することを全員一致で決定しました。ETF および J リートの買い入れについては年間約6兆円、年間約900億円という保有残高の増加ペースを維持するとともに、資産価格のプレミアムへの働きかけを適切に行う観点から、市場の状況に応じて買い入れ額は上下に変動しうるとしています。なお、本日の決定会合では、ETF 市場の流動性向上を図る観点から本年4月の会合で検討することとされた ETF 貸付制度の導入を決定しました。また貸出増加支援資金供給について本制度の下で貸出を増加させてきた金融機関を引き続き支援する観点から一定の条件で借り換えを認めるための見直しも決定いたしました。次に経済物価動向について説明いたします。我が国の景気の現状については、海外経済の減速や自然災害などの影響から輸出生産や企業マインドの面に弱めの動きが見られるものの、所得から支出への前向きの循環メカニズムが働く下で基調としては緩やかに拡大していると判断しました。やや詳しく申し上げますと、海外経済の減速の動きが続く下で輸出は弱めの動きとなっているほか、鉱工業生産は自然災害などの影響もあって足元では減少しています。企業のマインドも製造業ははっきりと慎重化しています。一方、企業収益は総じて高水準を維持する中で設備投資は増加傾向を続けており、個人消費も消費税率引き上げなどの影響による触れを伴いつつも、雇用・所得環境の着実な改善を背景に緩やかに増加しています。このように家計・企業の両部門において引き続き所得から支出への前向きの循環が働いています。また住宅投資は横ばい圏内で推移しているほか、公共投資は緩やかに増加しています。この間労働需給は引き締まった状態が続いています。金融環境については極めて緩和した状態にあります。先行きについては、我が国経済は当面海外経済の減速の影響が続くものの、国内需要への波及は限定的となり、基調としては緩やかな拡大を続けるとみられます。国内需要は消費税率引き上げなどの影響を受けつつも、極めて緩和的な金融環境や積極的な政府支出などを背景に、企業・家計の両部門において所得から支出への前向きの循環メカニズムが持続する下で増加基調をたどると考えられます。輸出も当面弱めの動きが続くものの、海外経済が総じてみれば緩やかに成長していくことを背景に、基調としては緩やかに増加していくとみられます。物価面では生鮮食品を除く消費者物価の前年比は 0% 台半ばとなっています。予想物価上昇率は横ばい圏内で推移しています。先行きについては、消費者物価の前年比は、マクロ的な需給ギャップがプラスの状態を続けることや、中長期的な予想物価上昇率が高まることなどを背景に、2% に向けて徐々に上昇率を高めていくと考えられます。
リスク要因としては、保護主義的な動きの帰すとその影響、中国をはじめとする新興国、資源国経済の動向、IT 関連財のグローバルな調整の進捗状況、英国の EU 離脱問題の展開やその影響、地政学的リスク、こうしたもとでの国際金融市場の動向などが挙げられます。こうした海外経済をめぐる下振れリスクは引き続き大きいとみられ、我が国の企業や家計のマインドに与える影響も注視していく必要があります。日本銀行は 2% の物価安定の目標の実現を目指し、これを安定的に持続するために必要な時点まで、長短金利操作付き量的質的金融緩和を継続します。マネタリーベースについては、生鮮食品を除く消費者物価指数の前年比上昇率の実績値が安定的に 2% を超えるまで拡大方針を継続します。政策金利については、物価安定の目標に向けたモメンタムが損なわれる恐れに注意が必要な間、現在の長短金利の水準、またはそれを下回る水準で推移することを想定しています。今後とも金融政策運営の観点から重視すべきリスクの点検を行うとともに、経済、物価、金融情勢を踏まえ、物価安定の目標に向けたモメンタムを維持するため、必要な政策の調整を行います。特に海外経済の動向を中心に、経済、物価の下振れリスクが大きい下で、先行き、物価安定の目標に向けたモメンタムが損なわれる恐れが高まる場合には、躊躇なく追加的な金融緩和措置を講じます。以上です。2点目ですが、米国と中国が貿易協議で、部分的な合意をいたしました。海外経済のリスクというのは少し減少したというふうにお考えでしょうか。また国内経済についてもその10月の時とその景気認識に変化はございますでしょうか。端的に言って確かにですね、米中 の、 貿易協議についての一部、部分的な合意であるとかですね、英国の総選挙の結果として、合意なき離脱のリスクが、低下したとかですね、その他海外のリスク要因について若干その明るい方向への動きがあることは事実なんですけど、まだやはり依然としてですね、海外経済リスクは全体としてはやはり高い水準にあると警戒を要するというふうに思っております。特にこの米中の貿易協議の進展を受けて、15日に予定されていた米国による対中追加関税が見送られるということを、これによって米中貿易摩擦が一段と拡大する事態が回避されたということは結構なことだと思いますし、国際金融市場でも好感されておりまして、投資家のリスクセンチメントは一頃に比べて改善しているというふうに思います。今後グローバルな通商関係が安定化して、現在縮小している貿易、世界貿易が再び活性化していけばですね、世界経済にとって大きなプラスになるというふうに期待をされます。ただ今後の米中の通商交渉の行方につきましては、両国の間になお対立権が残っていることもありますので、引き続きその帰すを注視していく必要があると思います。また英国の EU 離脱の問題につきましても、来年の1月31日に合意なき離脱になるという可能性はほぼゼロになったと思いますので、離脱して1年間の経過期間に EU との新しい経済関係の構築を図るということになると思いますけれども、これもその1年間の経過期間の間にどこまで新しい経済関係が構築されるかといった点に、まだ若干不透明な点も残っておりますので、海外のリスクが一頃に比べて若干この低下したというか、やや明るい兆しが見えてきたということは事実なんですけど、まだ依然としてかなりリスクは高い水準にあると、引き続き注意していく必要があると
ということだと思います。日本経済そのものにつきましては、先ほど申し上げたようなことで、緩やかな拡大というものが今後続いていくというふうに見ております。最後3点目ですが、FRB が3回続けてきた利下げを休止してですね、ECB もこの間の会合では現状維持でした、うん、10月ぐらいと比べるとだいぶその海外の金融政策の状況は変わってきていると思いますけれども、総裁自身 その追加緩和への心持ちとか気持ちへの考え方は10月の会合との比べて変化はございますでしょうか。FRB にしても、ECB にしてもですね、特に FRB は昨年、正常化に向けて、バランスシートの縮小であるとか、短期金利の引き上げとかいうことは行ったわけですが、今年に入ってですね、世界経済の不透明性、その他に鑑みですね、短期政策金利を3回にわたって引き下げたわけですけれども、その後ですね、おそらくですね、米国経済が比較的堅調に推移しているといったようなことを踏まえて、今回、金利については変化させずにですね、当面、米国経済の状況、金融市場の動向を見守るということになったんだと思います。ECB の場合は正常化に向けた準備が行われていたんですけれども、やはりですね、今年に入って、やや EU の経済が減速したということを踏まえて、金融緩和をもう一度行ったわけですけれども、その後の状況を見てですね、今回は特別な変更を行わなかったと、こういうことだと思うんですね。我が国の場合は、経済は比較的緩やかではありますけれども、拡大を続けているわけですが、物価は依然としてですね、先ほど申し上げたように、0% 台半ば前後というところでありますしですね、さまざまな海外リスクその他を踏まえて、ずっと大幅な金融緩和を続けてきたわけですが、特にですね、海外経済の動向を中心に、この下振れリスクが大きくなったということで、7月の会合以降ですね、金融緩和方向への意識を強めてですね、政策運営を行うというスタンスを明確にしてきたわけであります。このところ、先ほど申し上げたように、世界経済には前向きな動きも見られておりますけれども、引き続き不確実性が大きいということでありますので、やはり経済物価の下振れリスクには注意が必要な情勢は続いています。したがいまして、引き続きですね、緩和方向を意識した政策運営を行っていくことが適当ではないかというふうに考えております。それでは各社さんお願いします。はい、どうぞ。日本経済新聞の金井と申します。今日ヨーロッパのスウェーデンの中央銀行がおそらく、マイナス金利政策を解除する見通しですが、ECB の先立ての深掘りの後のマーケットのリアクションであったり FOMC の議事録とかを見ていても、そのマイナス金利の有効性に対するその懐疑的な見方っていうのが広がっているようにも思われるんですが、改めてこの今日銀としてやっているマイナス金利政策への評価というのを総裁からお聞きしたいのと、もう一点、東証と金融庁でやっているトピックスの改革について、これも今日 ETF のその制度について発表されていますが、だいぶ銘柄が絞り込まれる方向で検討が進んでいると、今もその不動株の相当な部分を日銀が持っているというような銘柄も出てきている問題が、さらにこうその懸念がですね強まる可能恐れもあると思うんですが、このトピックス改革についてご見解あれば教えてください。まずスウェーデンのことについてはまだ私から具体的に申し上げる段階ではないと思いますが、
ご案内のとおり、スウェーデン経済は比較的順調、堅調に推移してましてですね、まあ、成長率の面からも、物価上昇率の面からもですね、好ましい状況がすでに実現しておりますのでですね、まあ、金融政策についてそういったことが考えられうるとは思いますけど、具体的なことについてはまだ私から何か申し上げるのは僭越だと思います。なお、まあ、ECB は、前 の、 金融政策決定会合で確かにマイナス金利をさらに深掘りしてですね、これは先ほど申し上げたその ECB というか、まあユーロ圏の経済の減速が著しかったということを踏まえてですね、さまざまな緩和措置を取ったわけですけれども、その一環としてまあマイナス金利もさらに深掘りするということをされたわけです。ただその際にですね、我が国と同様にですね、こう総括してですね、すべてに、マイナス金利を適用するということではなくてですね、こう一部にマイナス金利を適用するという形にされた上で、マイナス金利をさらにですね、深掘りしたということだと思います。まあ、マイナス金利というのはそれだけ取り出して、議論するというよりもやはりその経済物価金融情勢に応じてですね、どのような金融緩和を行うかということの中の一環として行われているということではないかというふうに思っております。我が国につきましては先ほど申し上げたように現在ですね、日銀の総裁金のまあごく一部ですけれども、マイナス 0.1% の金利を適用しているという、この金融調節方針については適切だと思いますし、今回の決定会合でも維持することが決められたわけであります。トピックスの件につきましてはですね、まあ今見直しが行われている最中でありますので、具体的なコメントをするのは差し控えたいと思いますけれども、まあ、我が国 の、 その株式市場が企業のですね、資金調達の場としての機能を高めると、また一方で資産運用の対象としての魅力を増すという観点から、さまざまなですね、改革を議論しておられるということであると承知しておりましてですね、我々としても有益な提言がされることを期待をしております。その上でそのお尋ねのですね、日本銀行が行う ETF 改良につきましてはですね、これはあくまでもこの今金融審議会で議論しているわけですので、その結果などを踏まえてですね、対応の要否も含めて検討していきたいと思っております。時事通信社の川村です。大きく2つよろしくお願いします。1つがですね、先ほど海外経済のリスクについてやや明るい兆しという言い方をされましたが、例えばその場合ですね、その世界経済の持ち直しというか回復の時期もですね、前倒しが期待できるということなのかということが1つと、一方でその日本経済についてですね、これも総裁先ほどおっしゃられましたが、マインドがはっきりと慎重化していると、こういったものがですね、こう世界経済のそうした動きとはまた別にですね、日本経済をこうさらに下押すようなリスクになりうるのか、まずこれが一つお願いします。どうぞ。はい、よろしいですか。それから政府がですね、先般の経済対策、事業規模26兆に寄せた経済対策を決めたわけですけれども、ポリシーミックスの観点からですね、これは十分な措置だとお考えなのかということと、この効果、成長率をどれぐらい押し上げる効果が期待できるのか、お願いします。先ほど申し上げたようにですね、海外経済のリスクにつきましてはですね、その大きな要素であったその米中の貿易摩擦というものについてですね、一定の合意に向けた前進が見られたということもありますし、
またブレグジットの不透明性というのもかなり減災されたとかです、そういうこともあります。また実際の経済データでもですね、ご承知のように米国経済は極めて順調でありますし、まあ、雇用も大きく伸びているということであり、中国経済もですね、まあ、原則のトレンドは続いてますけどもですね、何かその非常に大きく経済が停滞方向に向かうというリスクは見当たらず、むしろさまざまな対策が打たれてですね、IMF の見通しなどでも、今年来年と 6% 程度のですね、成長が続くという見通しになっています。また、欧州は減速が続いてはいますけれどもですね、いくつかの指標でですね、前向きのものも出てきているということもありますので、若干ですね、数ヶ月前よりもですね、世界経済の見通しはやや明るくなっていることは事実なんですが、まだ具体的にですね、世界経済のその回復の時期がですね、非常にその前倒しになるとか、そういう感じまではまだ行ってないと思いますので、そういった前向きの兆候もあるけれども、一方で引き続きですね、さまざまなリスクがあるということを十分認識しながらですね、注意深く見ていきたいと思っております。また日本経済については最初に申し上げたとおりですね、輸出、生産、それから企業マインド、特に製造業のですね、マインドに慎重な面が見られる、あるいは輸出生産に弱めな動きが見られるということは、事実なんですけれども、先ほども申し上げたとおりですね、需要側から見たですね、設備投資の計画とか意欲も十分、高い水準にありますしですね、消費もですね、その消費税の増税の影響とか、それから需給用台風その他のですね、自然災害の影響などが絡み合ってはいますけれども、全体的に緩やかに増加するというトレンドには変化はないと思いますので、先ほど来申し上げたような足元の経済、そして先行きの見通しというのは公表文でも述べておりますし、また私が先ほど申し上げたような形で見ております。なお政府の経済対策についてはですね、その効果というのは政府自体がですね、自然災害からの復旧復興の加速、それから経済の下振れリスクを確実に乗り越える、そして、生産性や成長力の強化を通じて、民間需要中心のですね、持続的な経済成長を実現するという観点から、各種の政策を取りまとめたというふうに承知しておりましてですね、今後、国会の審議を経て、経済対策の予算が成立して、これらの政策が実施されればですね、当然、政府支出が国内需要を下たせ、あるいはそれの伸びを高めるという効果もありますでしょうしですね、さらには成長の基盤となるインフラの構築、あるいはそれに伴う生産性向上などを通じてですね、日本経済の持続的な成長にもつながるということが期待されると。物価に対してもですね、需給ギャップの押し上げなどを通じて、プラスの影響を与えるというふうに考えております。ただ、現時点ではですね、経済対策の内訳、あるいは実施時期などが、私どもには十分判明しておりませんので、先行きの経済、物価に対する具体的な影響についてはですね、今後判明するより詳細な情報を踏まえた上でですね、1月の展望レポートに織り込んでいくということになるのではないかというふうに思っております。はい、テレビ東京の大江と申します。先ほども出ましたマイナス金利に関連する質問なんですけれども、今一部の銀行でですね、口座維持手数料の導入を検討するような動きも出始めているということなんですけれども、こうした動きについてはどのようにご覧になっているでしょうか。マイナス金利政策を導入した当初からですね、こうしたことというのは想定されていたんでしょうか。
まあ、公財手数料云々というのは、いずれにせよ、各金融機関のですね、経営判断にかかることなので、具体的なその個別案件のコメントは差し控えたと思いますけれども、まあ、一般論としてですね、そもそもですね、最近は金融機関において、まあ、ATM による公共料金の支払いとか、インターネットバンキングの普及などですね、決済サービスの高度化が図られておりますし、また一方で、個人情報保護、マネロン対策などですね、社会的な要請に応える取り組みも進められておりまして、まあ、そういったことに伴って、まあ、一定のコストというのも当然かかるわけであります。で、こういうふうにその社会インフラである決済システムをより向上させていくという観点からは、提供される、まあ、決済サービスの内容とこれに対する適正な対価としての手数料をどのようにバランスさせていくかということについて、まあ、考えていくということが重要だと思いますので、何かそのマイナス金利云々とその直結してですね、こういうことが起こるということではなくて、そもそもですね、金融機関の提供するサービスについてはですね、当然そのコストに見合った手数料っていうものが徴求されるっていうのは普通のことだと思います。ただその具体的にどういう形でどのようにしてそのコストをカバーするかっていうのは、それはもうそれぞれの金融機関のですね、経営判断に任せられているというふうに思います。そうしますと、この先もその金融緩和の手段としてマイナス金利の深掘りというのは選択肢の一つであるということでしょうか。それはその通りですね。もちろんマイナス金利というのもですね、いくらでもマイナス金利できるという話でもありませんし、それからマイナス金利が非常に大きなものになっていくとですね、それが金融機関の収益にですね、大きな影響を与えるということになればですね、金融仲介機能にもマイナスの影響がありうるわけですので、今のところそういう水準全然ありませんから、マイナス金利の深掘りというのも十分金融政策として必要な事態になればですね、あるとは思いますけれども、いずれにせよその金融政策についてはこのマイナス金利にかかるだけでなくですね、あらゆる金融政策手段についてその効果と副作用については常にですね、点検していく必要があるというふうに考えています。NHK の大久保と申します。よろしくお願いします。今の話に若干関連するんですけれども、総裁かねてから政策面にあたってはそのコストとベネフィットをですね、比較しながら決めていくというふうにおっしゃっております。で、昨今ですね、その手数料を設けるというふうな話もありますが、地方銀行のやっぱ経営状況を見てみますと、やっぱり今中間決算でもですね、減益になる、金融機関が多かった、あるいはその年金運用にしてもですね、予定利率を見直して、まあ事実上厳格になるような制度変更するような企業さんも出てきております。ベネフィットを上回るような、そんなコストになっていることはないから、まあ現状維持しているんだと思うんですけれども、そのコストを見てみますと、今のところやはりそのちょっと以前よりも増えつつある、あるいは注意が必要な情勢になっているというふうに思いでしょうか。いかがでしょうか。その点はですね、私ども十分認識しておりまして、ご承知のような例 の総括的検証でですね、イールドカーブコントロールを導入した際にも申し上げたようにですね、内需を刺激する効果というのは、短中期の金利引き下げというのは非常に効果あるわけですけども、特に長長期のですね、20年、30年、40年といったところの金利の引き下げというのは、むしろ年金とか生命保険の運用のですね、利回りの低下を通じてですね、消費者のマインドにですね、マイナスの影響を与える恐れがあるということで、金融緩和は必要な限り続けるわけですけれども、その場合にもそういったその
副作用には十分注意しないといけないということで、イールドカーブコントロールを導入してですね、でこの適切なイールドカーブを形成するということをしてきたわけですので、まあ、そういった意味ではコストという面にも十分配慮していく必要があるし、配慮してきていると思いますし、今後もさらにそういう必要性は高まっていく可能性があると思っております。またその金融機関に対する影響という意味ではですね、まあ、常に金融システムレポートでも書いております通りですね、低金利状況が続くという中で、金融機関の収益にマイナスの影響を与える可能性があるということで、ただその一方でその地域における人口減とかですね、企業数の減少ということもあってですね、やや構造的にですね、いわゆるその業務、貸し出し業務に基づくですね、収益がその低下してきているトレンドもあるわけですね。その今の低金利状況だけでなくですね、そういう構造問題もあってですね、そういう影響が出ているとです、そういう中で確かに低金利環境が長く続くとですね、金融機関の収益にマイナスの影響が出てくる可能性があるわけですし、そうなった場合に、一方でその金融仲介機能が損なわれるということになると、これはまさに金融緩和の効果が損なわれることになりますので、そうならないように留意する必要がありますし、他方でまたそういうもとでその過剰なリスクを取ってですね、その結果として金融機関にダメージが生ずれば、またこれも金融仲介機能が損なわれることにもなりますので、そういったその低金利環境が続くもとでの金融機関への影響というものも十分注視していかなければならないし、注視しているわけであります。で、特にですね、ここその 6、7年、比較的この地域の金融機関も英語で言うとリスペクタブルというんでしょうか、相応の収益利益水準を保ってきたんですけども、それはその業務純益というか貸し出しに基づく通常のその銀行金融機関のビジネスのその利益はずっと減ってきてですね、それをちょうどその株式とか債券の売却益とですね、それから信用コストの低下ということでちょうど埋め合わされてきてですね、非常にある意味で相応の収益水準を保っている、純益が保たれてきたんですけども、今後ともですね、そうたくさんそのキャピタルゲイン、益出しができるようなものがあるわけではないでしょうし、それから信用コストもここまで来ると若干この底打ちというか反転の兆しもありますのでですね、ますますこういったその金融機関への影響、その金融緩和、低金利環境が長く続きすることの副作用というものに十分その注意していく必要があるということは私ども前から言っておるとおりで、ただ現時点でですね、そういった信用仲介機能が損なわれているかって言われると、ご承知のように金融機関の融資は比較的この 2% 台の半ばぐらいで続いておりますしですね、それからヒートマップをご覧になっていただいてもですね、何かこの赤信号がいっぱいついているというようなこともありませんので、信用仲介機能が衰えるということにもなってないし、その過剰なリスクを取って何かこの行き過ぎになっているということも今のところありませんので、直ちにどうということではないんですけども、やはり注意していく必要があるということはその通りだと思っています。共同通信に述べています。総裁、先ほど言及された今後の政策運営、海外経済のリスクを踏まえてお聞きしたいんですけども、総裁、秋の記者会見ではですね、緩和に前向きと発言されて、各
緩和に前向きだと発言されたと思います。で前回10月の会合ではですね、フォワードガイダンスを変更されてですね、まあ警戒モードをですね、まあ高めてたと思うんですが、現状ですね、このその警戒モードがですね、まあいやいや和らいだというふうに考えていいのか、総裁のお考えをお聞かせいただけますか。先ほど来申し上げている通りですね、まあいろんな海外発のリスクですね、それについて若干その明るい兆しも見えていることは事実なんですけれども、そういう意味で例えばその物価目標に向けたモメンタムがですね、失われる恐れがこう高まってきたということではないんですけれども、ただ依然としてさまざまなリスクがありますしですね、だからまあそういったそのリスクがまあ比較的高い水準でまだいると、そういう意味では金融政策については緩和方向を意識したスタンスをですね、依然として維持する必要があるというふうに思っております。どうぞ。ブルームバーグニュースの藤岡です。先ほどの副作用 の、 発言の関連するものなんですが、先日 IMF の方から日銀の取り得るその政策としてですね、10年もよりも短い金融ターゲットとしてやってみたらどうだろうという提言があったと思うんですが、その点についてまず1点総裁お願いします。IMF の提言はいくつかあったわけですけれども、まあ、私どもとしては 2% の物価安定の目標というのは堅持する必要があると思っておりますしですね、そのできるだけ早期の実現に向けてですね、引き続き大胆なというか大幅な金融緩和を粘り強く続けていくということに変わりはありません。またその下での現在のイールドカーブコントロール、短期政策金利をマイナス 0.1%、そして10年もの国債の操作目標 0% 程度ということが適切であると思っておりますし、まあ、今日の本日の政策決定会合でもそれが維持されたわけですので、ご指摘のその10年ものではなくてもうちょっと短めのところをですねターゲットにするっていうようなことは考えておりません。ただまあ将来ですね、そういうことが絶対にないかって言われてもですね、それはその今後のですね経済物価金融情勢によってですね、政策決定会合において決めていくことであると思いますけれども、今そういうことをする必要もないし適切でもないというふうに思っております。あともう一点なんですけれども、総裁少し前になるんですが、そのイールドカーブのフラット化について懸念を表明されていたと思います。でそれから日々 の、 その動きについてとかどういうことではなくてですね、少し時間が経ってですね、長期金利も上がってきて、今 の、 そのイールドカーブの形状についてどういうふうにご覧になっているか、その一部ではその超長期がフラット化していることについてちょっと懸念もあるようなんですが、その点についてもお願いします。私もですね、超長期の時はところはもうちょっとスティープになってもいいんじゃないかと思ってますけれども、あんまりその我々の金融政策の操作目標はですね、先ほど申し上げたように当座預金の政策金利残高についてですね、マイナス 0.1% の政策金利を適用しですね、10年もの国債の操作目標を 0% 程度にすると、でその下で適切なイールドカーブの形成を期待すると、でまた必要があればそれぞれのですね、国債の買い入れ額についてですね、調整を行ってきているわけですね。ですから私自身は超長期債はもうちょっと上がっても別におかしくないと思ってるんですけれども、今のイールドカーブがその非常に困るということではないと思うんですけども、もうちょっと超長期のところが上がってもおかしくはないというふうに思っています。
はい、どうぞ。ロイターの木原ですけれども、2点あるんですが、1点目は政府の経済対策は、今後の景気物価にそれなりにいい影響があるということだと思うんですが、今もうほぼ完全雇用に近い状態かつ景気の拡大が続いている中で、日本のように債務残高が大きい国でこうした大規模な財政支出をすることは財政再建の流れを後退させるんじゃないかという見方もあると思うんですけれども、その点についてまず1点目と、2点目は安倍首相のブレーンである浜田光一、内閣府参与が弊社のインタビューでですね、マイナス金利は銀行の経営体質を低下させて金利が下がりすぎるとかえって経済マイナスに働くというそういうリバーサルレートの発生を招く恐れがあるので避けるべきであるという発言をされました。かつて日銀 の, 大胆な緩和をまあ支持していた、かつ安倍首相のアドバイザーである浜田氏からこうした日銀の政策の副作用についての発言が出たことについてご紹介お願いします。もう私自身政府の今回のですね経済対策というのは先ほど申し上げたこの3つのですね目的を持って決定されたものであり適切なものだと思っております。一方で政府は財政再建財政の持続可能性を高めるためのいわゆるプライマリーバランスの回復と政府債務の GDP 残高をその後次第にこの引き下げていくというような財政再建の目標というものも堅持しておられますのでですね、そういったもとで必要な経済対策を講じられるということは問題ないと思いますし、先ほど申し上げたように経済にとってもプラスの影響が出るのではないかと、私どももこのイールドカーブコントロールという形で、大幅な金融緩和を継続しておりますので、それとの一種の相乗効果でですね、ポリシーミックスとしてもより大きな効果があるのではないかというふうに期待をしております。浜田先生のその発言について詳細は存じませんけれども先ほど申し上げておりますようにそのマイナス金利というのはその全体 の, その金融緩和の政策のパッケージの中で行われているわけですしですね、浜田先生自身もその何かその今のマイナス金利をやめろとかですね、金融緩和をやめて正常化しろっていうようなことをおっしゃってるのではないと思いますので、私どもですね、マイナス金利と限らずですね、この金融緩和が、特にその低金利環境が長期化するもとで、金融システムにどのような影響が出るか、あるいはその、副作用が大きくならないかということは十分注視しておりますので特に何かこの私どもの政策を批判されたというふうには思っておりません。毎日新聞の大久保と申します。1点お願いします。消費税率引き上げの影響についてなんですけれども、12月の短観ではですね、見たところ、比較的軽微だったのかなと影響は、そういうふうに見ているんですけれども、総裁の受け止め、現時点の受け止め、改めてお願いします。消費税率引き上げ後のですね、消費の動きを見ますとですね、このややですね、大きめにその消費が減少したことが起こってますが、これは台風などですね、自然災害の影響による下押しがかなり影響してるんじゃないかというふうにも思われますので、そういった影響のことも考慮しですね、企業からの情報なども踏まえて総合的に判断すると、やはりこれまでのところですね、消費税率引き上げの影響による需要減は、前回の2014年4月の消費税
引き上げ、増税の時ほど大きくはないということは変わってないと思います。ただ、消費税率引き上げの影響というのは、その消費者マインドや、物価の動向などによっても変化しうるわけですし、引き続きですね、個人消費の動向については、注意深く見ていきたいというふうに思っております。感謝読売新聞です。所定の時間の45分過ぎましたので、あと2問程度としたいんですけど、よろしいでしょうか。どうぞどうぞ。ありがとうございます。テレビ東京です。お伺いしたいのは、最近中央銀行の間で出ている議論で気候変動に関する議論なんですけれども、フランス中銀のビルワード・ガロー総裁がフランス中銀として気候変動問題にストレステストを実施するという方針を打ち出しているかと思います。一方で欧州中銀 ECB のラガルド総裁がいわゆるグリーン QE ですね、気候変動に役立つ抑制に役立つ債券等に海洋ペイの対象にするというような発言があったりしていると思います。でそれらの動きについて、総裁としてどうご覧になっておられるのかという点及び日本銀行として、例えば黄砂の対象に判断するかどうかというような点を含めてお話を伺いできればと思います。以上です。この気候変動の問題、特にそれが実体経済やその金融システムに与える影響ということについては、最近、中央銀行、あるいは金融規制当局の間で関心が高まっておりましてですね、国際会議などのテーマとして取り上げられる機会も増えております。またこの関連でですね、気候変動の金融機関のリスクについてですね、検討するグループ、NGFS というそのグループがあるんですけれども、このグループに最近、日銀も参加いたしました。これはこういったその NGFS、その他 の, そのいろんなその国際会議への参加を通じてですね、各国の分析方法や知見を参考にしながらですね、気候変動リスクについて理解を深めていきたいということであります。ご承知のように欧州の中央銀行総裁はかなりこの気候変動のリスクについてですね、ストレステストであるとかその他いろんなことを幅広く検討していく必要があるということをおっしゃっているわけでして、ただその一方でですね、中央銀行自体がこの気候政策、クライメットポリシーというかですね、気候変動に対するその緩和策とか、あるいは適応策といったことを、そういった政策をその中央銀行が策定するわけじゃなくて、あくまでもそれは政府や議会の役割ですねということも、欧州の中央銀行総裁の中にはおっしゃる方もおられるのでですね、私は強い関心を持つということも必要であるし、他方でそのあくまでも中央銀行としては、それが金融機関のリスクにどのような影響を与えるのかということをよく見ていきたいということであって、気候変動自体、気候変動に対応する対応策とかそういうもの自体をその中央銀行が検討するということではないということは、皆さんの共通認識ではないかというふうに思っています。はい、ありがとうございます。日経 CNBC 直井と申します。ETF 貸し付け制度の導入について、基本的なことで恐縮ですが、一点お聞かせください。財務大臣および金融庁長官の申請が必要だというふうに文書にありますけれども、もうすでに申請しているのか、大体いつぐらいからみたいな目安が現時点で終わるかどうかというのが1点目です。それから改めてこの制度の導入の狙い、効果なんですけれども、流動性向上というふうにありますが、それは市場参加者を主に念頭に置いていることなのか、あるいは今現実に行っている金融政策 ETF 会議で
が非常にやりやすくなるということも含んでいるのか、まあ、合わせて言えばその ETF 量が拡大していることの出口なども睨んでいる、そんな要素もあるのか、目的について改めてお聞かせください。まあ、基本的にですね、うちのスタッフから説明したと思いますけれども、まあ、ETF の市場については、まあ、流動性の低さというものがですね、一つの課題として、指摘されてきたわけでありまして、その背景の一つがですね、ETF の貸借市場での取引が非常に限定的であると、そのため、まあ、金融機関がマーケットメイク機能を発揮しにくいということがあると言われておりますので、まあ、この際ですね、国債の場合と同様にですね、日本銀行がこの ETF 貸付制度を導入すればですね、ETF の貸借市場の活性化を通じて、金融機関がマーケットメイク機能をより発揮しうるようになって、ETF 市場の流動性の向上に資するのではないかということでありまして、まあ、日本銀行としては、この今年4月、先ほど申し上げたように、金融政策決定会合においてですね、強力な金融緩和の継続に資する諸措置の一つとしてですね、ETF 貸付制度の導入を検討することとしたわけでありまして、その後、まあ、市場関係者その他とですね、意見交換を行いながら検討を進めてきて、制度の設計が整ったということで、今回、導入を決定したわけであります。政府の認可を得る必要がありますので、できるだけ早く認可を得て、発足させたいというふうに思っております。それでは以上で記者会見を終わりたいと思います。総裁ありがとうございました。どうも。